オカルトを楽しく学ぶ、オカルトエンタメ大学のお時間です。皆さんこんばんは、階段収集課の園長です。福島県会津地方のとある集落にまつわる奇妙な事件。本日がいよいよ最終日になります。この事件の行く先、ぜひ最後まで見届けてください。それでは早速授業を始めましょう。 このおかしな自賃祭について、えー、かんちゃんが話し出してくれました。かんちゃんと父親が現場に行くと、すでに業者がスタンバイしていて、土地の神からの返答を待つ期間が用意されていない。そしていじさんはなぜかとても焦っていた。そこから話を始めます。かんちゃんのお父さん聞きました。井戸もやんだべって言ったら、ああ、でもまず自賃祭やっちまうべ。すごく聖児さん焦ってたんです。そして聖児さんにせかされるまま、 えー、二人は自鎮祭を行った。で、終わった後に、自鎮祭終わった後に、じゃあ、井戸やんべかってカンちゃんのお父さんが言うと、いさんが、いい、いい、今度でいいって言うんですよ。日にちあげっからって。その時にやんだべなって。まあ、その時、そうお父さんは思ったそうなんですね。自鎮祭終わった直後に、工事に着手したわけです。まあ、これはびっくりしたってカンちゃんも言ってました。いや、びっくりした。マジでやって思わねえしようって。そんなのありかって、親父ってこれはびっくりした。 通常日にちを空けるにもかかわらずそのまま工事に着手しただから土地の神からの返答を待つことなく工事に着手したわけなんですねで2人が更に「何で?」って思ったのは清司さんはこの退職する前建設業を営んでたんですねだからこういうやり方だと100も承知のはずだったんですにもかかわらずこんな変なやり方をするとああこれかとこれが近所の人たちが言ってたあんな地鎮さん見たことなかったっていうのの詳細だったんですね で、かんちゃんに聞いたんです。じゃあ、井戸どうなったのって言って、ああ、親父後でやったんじゃねえのって言っんで、いや、親父聞いてくれよって言ったら、ああ、わかったわかったって言って、かんちゃんが電話を持ったままお父さんに聞いてくれたんですよ。で、親父、かやのシェパードってあれ、井戸どうしたのって言ったら、いや、俺やってねえぞって言うんです。いや、やってねえぞって。次行ったらいきなりコンクリで埋まってたぞあそこって言うんですよ。やっぱり、井戸は、 宗教的な自識をしないものをコンクリで埋められてたんですねで、しかもこの聖地さんの反応を考えるとわざとなぜか行わなかったのではないかって思えるほど地震災と井戸封じに関しておかしな行動が見えてくるんです他にもやっぱりおかしなことがあってえっ、ー、と僕が他の住民から聞いたのが井戸埋めやっときよってそこら辺の工事のゴミだのなんだの井戸の中さ聖地さんぶん投げてたんだ それ見だっつう人もいんだなぁなんて言うんです。でもね、かんちゃんのお父さん言うんです。聖児さん大したもんなんだぞって。工事めちゃくちゃだったけど、エリちゃんのためにシェパードと車庫建立てたんだぞって言うんです。エリちゃんと聖児さんは仲悪くて、よく聖児さんを大声で募ったりしてんのも聞いてっけども、エリちゃんのためにシェパードと車庫建立てたんだぞって。聖児さん大人しなったんだって。大したもんなんだって。やっぱり嫁は可愛いんだべなーって言うんです。 土地の神の返答を待たずに着工した土地。ゴミ投げ入れて宗教的な儀式もせずにコンクリで蓋をした井戸。シェパードで実際に訪れて感じたこと。そして丸梅商店で老人たちの会話の時に感じたかすかに違和感があったんです。そして神根神社に放置されてた旧堀山家の二つの遺反。なんでこんなことするんだろうって考えると 一つ仮説が頭の中で思い浮かんできたんです。この話を調べようと思った時、こんなことになるなんて僕最初は全く思っていませんでした。そして、聞いたこともない話だったんです。で、住民たちからの話を思い出すと、このことについて住民たちはもう共通認識としてあるってことが裏付けのように言葉として出てきていることに気がついたんです。これを確かめるために、丸梅商店に再び、 僕は行くことを決めましたでこの時僕の仮説の中でこの答えってそうなんじゃって考えたことはあったんですがそれが今まで僕相当な数の実話会談を聞いてきたんですが全くここのようななケースを聞いたたとがなかったんですねだから自分の中で疑ってる部分もあったんだと思うんですそれでドキドキしながら話を聞きに行っていつこれを切り出そうかなと思っていると近所のおじいちゃんおばあちゃんたちがいっぱい来てで話をタイミングを伺っていて。 そして、ふと切り出したんです。そういえば、あの後、東子さんのとこ行ったんです。って言ったら、老人たちの顔がこわばったのが分かったんです。一瞬沈黙を連れて。分かってながらこう聞いたんです。堀山さんのとこの車庫と車、いろいろあって新しくなったんですね。ってそしたら、ちょっと沈黙があって、老人の一人が、そんなべあそぼう。わざとやってんだから、政治あんちゃん。ってああ、やっぱりなって、仮説が当たったことが分かったんです。 これがですね、何かっていうと、聖児さんが行ったことを考えると、いろいろ辻褄が合わないことに気がつき出したんです。まず土地に対する乗っ取りの疑惑だったり、この土地から返答を待たずに着工したものだったり、いろいろ考えると、いわゆるまあ、みちにまつわるものだとは思うんですが、今までに僕が聞いたみちにまつわるものっていうのが、えー、こんなひどいことになるとは思わなかったっていう、いわゆる過失なんですね。 要は宗教的儀式を怠って、こんなひどいことになるとは思わなかったっていうふうに思っていて、宗教的儀式を行わない。その結果、ひどいことが起きたっていうもの。ところがですね、政治さんの行動や言動を追っていくと、この過失に当てはまらないんですよ。その井戸をやんなくていいって言いながらゴミ投げたり封じてしまう。そして自治遺災も土地からの返答を待たずに着工してしまう。そして威灰もあえて 神社の中に放置して自分の家に入れない。まあ、端的に言うと政治さんは故意に行っているんです。全ては故意なんです。でこれがね、集落の共通認識であるって思ったのは、老人たちの会話からだったんです。堀山さんの土地って悪いこといっぱいありますけど、家道路挟んで向こう側は何にもないんですかって僕聞いたら、おめえ、ほんに何にも知らねえんだないって言うんですねえ、よう悪いことなんちゃって。堀山さんとこは車も新しいの境で車庫もあっぺなって言うんです これって考えると、何にも知らねえんだなっていうのは、この家の土地は悪いことなどあるはずがないって思ってるから、そんなのあるはずねえべしたっていうことを言っているわけなんです。っていうのは、要はもの、この旧堀山家があったシェパードと車庫があるとこは異常な土地であるっていう認識が彼らの中にあるからなんですね。この話、何にもおかしなことないんですねって言ったにもかかわらず、車庫も車も新しくなっぺなって答えって答えになってないんですよね。要はこれって、 関連性があるって考えているから出る答えであって、なぜこの流れで突然車庫と車が新しくなったかっていう話をしたのかっていうのは、この聖治さんがあの土地にわざとやったことの成果であるっていうふうに老人たちが思っているからなんです。不幸なことをすると、ある意味で世の中には得をする仕組みがあります。保険金です。集落の人の共通認識、そして僕が考えた仮説っていうのは、 あえて居道を作り出して、その土地の上に対して多額の保険金をかけることによってバックする。富を得る。っていうものを作り出してるっていうことです。集落の人も考えたわけなんです。なんでこの土地の上に次々変なことが起こるんだろう。いじさんなんでこんなたたられそうなことを次々とやってるんだろうって。そう思ってるうちに車は高級車に変わって建物はどんどんと新しくなっていく。いじさんはわざと 自分が住んでいる土地とは違う土地に保険金を多額にかけていて、いろんな境事を起こるように異道を作り出している。要は境地を呼び込んで富に返還するために作られた土地なんです。これが旧堀山家のシェパードとシャコがあった場所です。ここまで考えるとすごくゾッとする一言があるんです。カンちゃんのお父さんこう言ってましたね。エリちゃんとセイジさん仲悪いけれども、セイさんは大したもんなんだ えりちゃんのためにシェパードとシャコ作ったんだぞって分かっていながらこう聞きました。シェパードってえりさんのが働けるために建てたんですよねって。だからそういう風に可愛いと思って建ったんですよねって言ったら鼻で笑いながらこう冷たく老人がいるんです。わがってんべおめえって。パーマ屋作ればえりだけそこに行くことになっぺや。もうわがんべ。金のためにあそこあんだぞって言うんです。生命保険ですね。きっと この保険金かけてるのは、その土地の上にあるものに限らないんですよ。おそらくエリさんに多額の生命保険をかけてる。そして、その土地に作るのは、家や別宅じゃダメなんですよ。自分たちと縁のない離れたところじゃないといけない。そして、エリさんだけが長時間居座ることになる場所でなければならない。だから全ては作られた居道なんです。居道を作って富を得る。土地使い。これら全ては聖事さんが作り上げたものです。不能犯。 っていう刑法上の概念があります。これは、犯罪の起きる結果を予測はしているものの、その行為が科学的に立証することができないものは罪に当たらないっていうものです。例えば A さんという人が B さんに対して呪いをかけたとする。で B さんが亡くなったとしても、呪いはかけたかどうか本当だけれども、この呪いが本当に B さんの死に直結しているかどうかっていうのは科学的に立証することができない。よって A さんは無罪であるっていうのが不能犯という考え方です。聖児さんがやった行為っていうのは、この不能犯なんですね。聖児さん何ら罪に問われることはないんです。すべては何が起ころうと合法なんですね。こんなことになるとは最初は全く思ってませんでした。この土地を乗っ取ったことによる過失、 の教授だと思っていたんですが、これらは利益のために故意に作り出された土地である。こう考えると全てつびつまが合ってくるんですね。豊さん亡くなった時に寛認してけろ寛認してけろって泣いてたのはそうなんです。自分が作り出した土地だったからですね。その意識が聖治さんにもあったんです。ここからわかるように、この作り出した土地っていうのはコントロールが効くものじゃないんです。聖治さんにもコントロールが効かないんです。 無差別に人を飲み込んで、次々に不幸を吐き出していく土地なんです。ただ、ここまで分かって一つ引っかかってたものがあったんです。っていうのは、現堀山家は旧堀山家で遺言で土地なんかはもらってないはずだっていうのと、えー、この家同士は親戚ではないっていう二つがあったんです。で、話をいろいろ突っ込んで聞いていくと、土地はもしかしたらもらったのかもしれないなっていうふうに言葉を変える人も中にはいる。けれども、 親戚では絶対にないってみんなが口を揃えているんです。なんでここだけは堅くなにそう言うんだろうって思ってた。ちょっと押し気味に話をしても、そんなわけねえべなおめえわかんねえのかって言うんです。現堀山家と旧堀山家は絶対に親戚ではない。この意味についてわかったのは少し時間が経った後でした。これが僕のところにまで続いているとはまだこの時は知りませんでした。 一日目の最初に僕の祖母が見聞きした話を語りました。当時の僕はその話を IC レコーダーに記録していました。そして、それをパソコンに入れて聞き直すと、それでな、なんとかがなって言った時に、じゃあ、じゃッじゃじゃっていうテレビノイズみたいな音で祖母の話がまともに聞けなくなるんです。なんだろうこれって当時思っていて。で、それと同時に僕、えー、とある S, S という女の子と知り合って、で、その女の子と仲良くなっていて、で、えー、ある時にですね、ふと実家の話をしたことがあったんです。そしたら、彼女が福島の合図だと言ってびっくりしたんです。あ、そうなんだ。え、どこなのって言うと、どこどこって言ったのが、まさに僕の集落のことを言ったんです。でも、彼女はその集落行ったことがないって言うんですね。お母さんが、 そこの実家があるって聞いてるけど、私行ったことないんだよね。だからどんなとこかわかんないって言うんです。ここで僕ゾッとしたのは、彼女の名字っていうのが、まさにこの新木を切り倒した S 家と同じ苗字だったんです。で、これが非常に珍しい苗字で、そこ一軒しか家はないんですね。で、この僕の集落にある S 家っていうのは、もう崩れた屋根が落ちた廃屋になってあれってでも思うんです。このタイミングで、ここまで、 一致すると出会うことってあるのかなでもちょっと待ってあのうちって全員死に絶えたはずじゃないのと思ってばあちゃんに連絡したんですそしたらばあちゃん言うんですよああそういえばなって言うんですそういえば足だけ生まれるこの前に一人姉さもいたなって言うんです要はちっちゃい女の子一人いたなって言うんですそういどうさ行ったダメなって言うんです要はこのちっちゃい子供っていうのがこの僕と今婚姻している女性の おばあちゃんにあたる人なんですね、おそらく。だから、最後の一人なんです、この女の子。それで僕、すごく怖くなったんです。この女の子と僕、このまま行って、縁ができれば、自分にも子供が生まれたら、僕がその呪いの引き取りというの最後になってしまうかもしれない。僕の子供は足だけで生まれてくるかもしれない。そう思って、すごく怖くなったんです。それからその女の子とは、あまり連絡が取れなくなって、そう縁になっていって、 そしてある日僕共通の友達に知り合ってえ言った時に彼言うんですよ。お前たちだんだん結婚すんのってんです。え、なんでって聞いたら、いや S がさ、って。実家行ったって言ってたぞって。で、お前ら実家同じ方なんでしょうって。挨拶に行ったのかと思ったってです。でもそう考えるとすごく怖いんですね。実家として調べて行ったところに S は巨大な屋根が落ちた廃屋しかないわけですよ。それを見て、 彼女はなんだか何かを知ってしまったような気がするんです。そこから S とは連絡が取れなくなって、誰も S がどこに行ったのかはわからなくなるんです。この S 家、現在ではその女性一人を除いて、おそらく全員が滅んでいる。この呪いの最後の受け取り手となって。で、僕はですね、なぜ冒頭にこの話をしたかというと、現堀山家と旧堀山家、絶対に親戚ではないの答えがわかったんです。っていうのは、 旧堀山家っていうのは、さっき言った S のうちと親戚関係にあったんです。だから、その親睦を切り倒した呪いっていうのは、この旧堀山家の方にも波及してたんですね。だから、当主3人が死んで、サマ1人だけ残ってたっていうのは、地元の人にはそういうことなんです。で、このおばあちゃんが言ってた、おらえみんな死んづまったからよっていうのは、この呪いによって、みんな親戚一とはもうすでに死んでいるだろう。 っていうのが、ばあちゃんが予測していたからおそらく出る言葉なんですね。で、なぜ親戚ではないというかっていうと、もし、旧堀山家と現堀山家も親戚だったのであれば、S 家と現堀山家も親戚になるわけです。だったら現堀山家がこんな元気でいるはずがないっていうことを集落の人が言いたいわけなんですね。だから、親戚ではないって言ってるんです。すごく聞いてて思ったのが、やはり集落の人たちは、この、 エスケがあった神木と縁にまつわる話を今も強く恐れてるんですだからこそその言葉が出てくるんですこれはすごく僕もまさかと思って、えー、非常に鳥肌が立ちました S 本家が木を切り倒したことから始まる因縁っていうのが枝分かれしていて一つは神木と縁として僕に降りかかっていてもう一つは土地使いとして目の前に現れていたんですだからすごく集落の人たちはその因縁を今も恐れてるんです 土地使いまとめるにあたって疑問に思ったことがあるんです。誠治さんによって、えー、この土地は大きく形を変えることになるわけなんですがこの時誠治さんですでに70歳なんですね。70歳の老人がある日突然こんな方法を思いついて果たして試すものかと。ここ5年以内に次々のこと起こっている。すでに知識として知っているんであればとっくに着手してもうやってしまったっておかしくないわけです。 ここが非常に不自然だったんですね。ここの答えとして考えられたのは、もしかしてアドバイザーがいるんじゃないかってことです。政治さんに、こんな方法があるよって、金になる方法があるよって、耳打ちした誰かがいるんじゃってでも調べに連れて、どんどんこうを持ってきたんです。僕が知らないだけで、こういう土地、日本中にあるんじゃないかってことです。なぜならば、このやり方の原理さえ分かれば別、別特殊の能力なんかなくても作り出すことができるんですね。 今まで、おそらくこの配信も見ている方も思うと思うんですが、土地に関する話、多く聞いたことがあると思います。それらが果たして本当に、すべて、過失でできたものでしょうかその中に恋にできたもの、もしかしたら含まれているのかもしれない。土地使いに触れた僕にはもう、そうとしか思えなくなっていました。土地使いは、もしかして日本中にいるのかもしれない。その後、誠事さんがどうなったかについて連絡が来て、誠事あんちゃな、滅げっつまったぞって言うんです。 ロげッツまったっていうのは突然精神が不安定になって人と話していると突然大声で泣き出したりほだごど言ったってシュワンめしたそんなこと言ったってしょうがないだろうっていうんですねと言って突然泣き出したりもはや話の流れなんか全く関係がなくなったんですそれでもう正常に人と話をすることができなくなって今はエリちゃんがうちで見てんだだから今シェパードの土地には誰もいないそこにシャコとシェパードだけが残ったままな そこまで調査して、えー、僕は、えー、インターネットの方でこの記事を書いてトークをしましたそしてここからですねウェブ上に公開して約2年後の話になります土地使いを書き終えた後ですね、えー、間もなくして誠司、えー、さんが亡くなりましたでもしは剛さんが勤めて香山集落で葬儀が行われて その誠司さんはですねその精神の淵でもしかしたらエリさんを最後に救おうとしていたのかそれともそうではなくもはや土地はもう誠司さんだろうが作った人たちが飲み込んでいったのかもう今となっては分かりませんそして葬儀の後と剛さんが不倫が原因となって、えー、離婚したんですね剛さんとエリさんは。そしてて子供をを連れて家を出て行った 現在現堀山家に住んでるのは剛さん一人だけになります先ほど触れたアドバイザーについて話を聞いていくとちょっと妙なあ出来事について集落の人たちが覚えていたことを話してくれたんですそれが「誠治さんの家に薬売りよく来てたぞ」って言うんですイエスは置く薬置きあっぺなってあの車だおらえさ来ねえのに誠治さんのイエスはよく行ってたって言うんですあの薬売りどこのもんだべな 生児さん用具止まってた。なんとか薬局だとかって書いてあった。ちっちゃいワゴン車だえって言うんですよ。政児さんが旧堀山家に手を出すその前に何人かの住人が現堀山家、政児さんの家ですね、に出入りする置き薬の配達人をよく見てたんです。これが家庭用の常備薬を補充しに来る人たちですね。まあ田舎の方なので簡単に薬局とかに行くことできないので薬の配達人が家々を回って補充してくれるわけです。 なので、一軒のうちに行くことは、まあ、いたって普通のことなんですが、なんで住民の人たちが変だと思ったのかっていうと、政治さんの家にしか行かないっていうんですよ、その配達に。しかも、何回も何回も行ってるってんです。普通、配達に行って、一回補助すれば、しばらくの期間は、まあ、来なくていいわけなんです。ところが、何回も何回も行くもんだから、なんだあの薬の業者っていうことで、周り人たちが覚えてたっていうんですね。で、これがですね、 考えると、ちょっとおかしくて、この業者の名前を覚えてたんですよ、住民の人が。これ検索したんですけど、出てこないんですよ。だから、おそらくトラック自体、その何とか医薬局ってワゴン車に書いてあったのを覚えてたって言うんですけど、それ自体がおそらくもう存在しない会社なんでしょうね。だからそういうふうに彼らは変だなと思って覚えてた。で、考えると、薬の置き配人って、集落、山村集落によそ者が出入りするのに非常に適してるんですよね。 要は突然家に訪ねて行っても怪しまれない。かつ、いろんな家々に出入りすることもできるから、情報を得ることもできる。非常にそういう意味では、何の目的があって行ったのかは定かではないんですが、まずあること自体に怪しまれることはないんです。ただ、行き方が変だったから住民たちは覚えていた。この配達人が何者で何の目的があって、誠治さんのうちに出入りしていたのか。 わからないんですが、この配達人が家を訪れなくなった後に、聖二さんは旧堀山家に手をつけていることになるんです。もう一つ気になる出来事があって、それは、現堀山家に若い女性が訪ねてきて、ボロボロになった古い戸籍の写しを持ってきて、私の先祖がこの家とつながりがあるということを聞いたので、先祖の霊を供養させてくださいって言って訪ねてきたって言うんです。 で、なんだこの知らない女、気持ち悪いこと言うなと思って、エリさんはその女を、いや、うちはよくわからないですっていうふうにして断ったって言うんです。若い女。この家とつながりがあるということを聞いた。先祖の供養。僕、これを聞いて、僕と前、仲が良かった女性の S にしか僕には思えなかったんです。エリさんがこの後、現堀山家のお墓を見に行くと、 墓前に何かの木の枝か根のようなものに髪の毛が巻かれていて、ちぎった人形の両足がついたものがコトッと汚れた布に置いてあったそうです。これがその女が置いたものかどうかはわかりませんが、彼女は今どうしてるのかなそう思います。現堀山県に残った豪さん、近所の住民たちにこう漏らしてたそうです。土地あっと金さなるやり方あんだって実際はまどもな頃言ってただって。俺もエリーねえからやるかと思ってよ。 ただやり方気つけろって。実際まあ失敗しただと俺はそった失敗はしねえ。見出ろで。今に金になっから。そう近所の人たちに、ゴーさんは今、漏らしているそうです。さて、えー、ここまで聞いていただいて、土地使いの話は以上となるんですが、中でも語ったんですが、僕がすごくこの話で怖いなと思ったところ、このような居道が全て過失によって生まれたもの とは言い切れないのではないかってところがすごく僕怖いところだと思っていて僕たちが今までに聞いた土地にまつわる教授に関わる階段でどこかで得をしている人がいるのかもしれないもしかしたら会議に合っている人たちを利用して富を得ている人たちがいるのかもしれないって考えると今までの土地に対する階段の見え方が全く変わってくるんですねこのようなケースが僕初めて今回確認できたところこれから土地にまつわる階段が ちょっと見え方が変わるのかもしれないと思って非常に恐ろしく思っています。ということで私の授業は以上となります。今回の話を聞いて興味を持たれた方はぜひこちらの書籍版を手に取っていただければと思います。園長会記録、意味集落手に取っていただければと思います。こちらはですね、僕の収集した階段を僕が土地塚を書くとともに吉田裕樹、高田光太の3人で組み上げたものになります。 ここにはですね、体験者から直接送られてきた画像だったりとか、あとは僕の家、実家にまつわる階段だったり、あとは作中に登場した、えー、タリ様の息子、僕とカンちゃんにまつわる階段なども含まれておりますので、ぜひお手に取ってください、えー。次回授業させていただく機会がありましたら、今度はですね、予想検索盲集というですね、インターネットの予想検索にまつわる伝脳と実話階段。 が交差する階段というものがあるので、ぜひそんなお話をさせていただければなと思っております。ということで皆さん3日間にわたってありがとうございました。それではまた次の授業でお会いしましょう。